系の講習会なんです。ああ。折衷紙を持って家計簿を書く。日本語わかるからいいけど。ああ。やっぱりね、いろんな日本の方とかこの住所が。あ、はいはい。どうもありがとうございます。はい、ですよね。ずっと大丈夫なの？そうですよ。これをが、ああでもわかんないけど電池がやばいです。そうなんですよ。触らない。やばいですね。でそこを押さえたらここのシワを取りますね。シワを切り取って。そうそう。で、閉めて。あれ、目の廊下だよ。廊下って言ってましたね。下を、そうそう、横にして。そうそう、下を横にして。上に。で、輪っかを作る。はい。そうそうそう。そしたら、下から。どうも、お世話になります。どうします、浴衣。そしたら、宮津口あの空いてるところ、あ、今、あのベッキーもいますよ。で、後ろ、うん、まず後ろ、後ろ、はい、すいません。はい、はい、これから来る。あ、そうです。あ、そうだ、忘れてましたか。そうです、そうです。前も同じようにこうして、前もね、はい、できました。ここが綺麗になりました。綺麗にしました。そしたら今度、はい、そう、一番下の、そう、ここを持ってここから押さえて、下からぐーっと耳の下、耳の下ところですね。で、下で、こっちは下に引いて、こっちは下、後ろに。そうそう、そうです。で、そしたら、それを下から、そう。
失礼します。はい、あ、はい、ですね、おいくつぐらいの4歳だと、ね、ここに、まあ、4歳から6歳で、一応この赤い毛がとこれと、これも5、6歳ですよ。5、6歳ですかな。4、5歳、まあ、3、4歳だと思うし、で、あと、こういう感じ。今一応あるのはこのサイズなんですけど、はい、まあ、こういう背中はこういう、はい、そうそうこういう感じ。もうこっちがちょっと違う、うん、しっかりしてる、ね、こっちが3点で、こっちが、うん、こっちが2本くるんだと思う、微妙に違う、微妙に違う、どんなのこっちが大きいかもしれない、はい、5、6歳、これ5、6歳です、そんな変わらない、これはね、4、6、まあ、だから同じようなもんですね、こっちが高いですね。だからちょっと高い。はい、だから大きさがちょっともちろん。ちびだからね。4歳でもちびの。あ、そう。この方がいいかな。生地はこっちの方がしっかりしてる。しっかりしてるね。